を失っている。彼を止めなければ。質問に答えろ、キッド。何を恐れている？何に怯えている？我々が君の心の穴を埋めてあげよう。かつての無意味な人生に戻りたいのか、与えたことを恩に感じていないのか。我々の輪に入れて君に新しい人生を与えたというのに、なぜ我々に背を向ける？なぜ我々の側に立とうとしない？もういい。黙って。早くどこかへ消えて。繋がれた患者が死んでいる？ドクター、これはどういうことだね？あなたが彼にしたことが起因しているのかもしれません。推測ですが、ルベンの意識がステムの中に残存していて、中に入ろうとするものを攻撃していると考えられます。これは許されないことだ。早く対処するのだ。ここまで来て全てを無駄にされてたまるか。ルビ君、最初からステムの中心にいた。もう邪魔はさせない。でもなぜレスリーなんだ？彼がなぜ特別なんだ？昔からこうではありませんでした。幼少のトラウマにより緊張病性的行動を見せるように。彼の目の前で両親が殺されました。データを見る限り、脳波のシンクロはそのトラウマと関係していると考えられます。この場合、肉親を失った経験と一致しています。これではダメだ。多くの人に対応させるために根本的に何かを変えないと無理だ。連中が研究の進展に不満を持ち始めた。現状の状況をしきりに求めてくる。結果が重要だと言っていた連中が、今では自分たちに都合のいいスケジュールを押し付けてくる。典型的な官僚だ。ルベンには急ぐよう圧力をかけているが、逆に離れていく始末だ。自宅で研究することも少なくない。直接ステムのプロトタイプに関わる仕事でない限り、ラボに顔を出すことを拒むようになった。心が落ち着かない。メビウスは私を疑い始めているに違いない。
正常な人間をステムに送り込めばルベン、いやルビックを阻止できるかもしれません。システムを熟知している自分なら、もしかして。いや、それは無茶だ。これ以上のリスクは危険すぎる。我々の方で用意する。経験のない人間を送り込む、それでは生きて帰ってこれる保証はありません。ではそういう人間を見つけるしかないだろう。捨て駒、そういうことなのね。信じていたのに。セバスチャンもここに来ていた。私を止めることなんてできない。加減を終わらせてやる。
したよ、キッド。これほどまでに単純な任務も遂行できないとは。幸いバックアッププランがある。与えてきたものは君のためとは限らない。従者、私に何を入れたの？システムの中で人が生き残れるか知る必要があったが、身内を犠牲にはできない。それで君が選ばれた。おかげで私もここに入れた。違う、これは全てルビックの仕業。それじゃ袖をまくって。ちょっと、何そのバカでかい注射器。まさかそのクソみたいなもんを私に。ミズ・キッドマン、あなたは同意したはずよ。それを忘れないで。危害を加えるわけじゃない。これはただの標準的な手続きです。何が標準的だ、ふざけんな。あの女を連れてこいよ。代わりにこのクソみたいなもん突っ込んで。あ、くそ。いった。おい、ちょっと何なの。誰かいない。注射の後はくだらないビデオをいつまでも。こんなクソみたいなこといつまで続けるのよ。もういいでしょ、帰っていい。もう少しよ、ミズ・キッドマン。気分はいかが？頭痛はない？鼻血は？え、ないけど。でもなんだかクラクラする。水の中にでもいるみたい。それは化合剤の副作用よ。最後に一つだけテストを行います。それが終わったら帰ってもいいわ。そう、いいわ。早く済ませて。ではこれからあなたにいくつか質問をします。目の前にあるモニターの映像を見ながら答えて。画面から目をそらさないで。いいかしら？ええ。信頼していた相手から見捨てられたと感じたことは？